はい、えー、それではお時間が参りましたので始めます、えー、皆さんこんにちは、えー、2020年、えー、行政書士試験ですね、えー、向けの講座となりますが、えー、令和元年試験で合否を分けた問題を徹底解説というタイトルで、えー、まあこれから1時間程度でですね、えー、お話をさせていただきます、えー、担当いたしますのはレックスエン人工師の日高ですよろしくお願いします まあこのタイトルを見ていただければです、ね、お分かりかと思いますが、これ合格、その正答率です、ね、のパーセント表示も含めて、実はあの表示しておりまして、これは試験直後にです、ね、その実際に受験された皆さんから、何番にそのマークをしましたかという、その番号をです、ね、アンケート形式でこう集計した結果をです、ね、この正答率で表示をしております。 ですからもちろんこれが現時点でのです、ね、全国の正答率というわけではありませんのでその点はちょっと誤解ないようにしていただければと思います、まあ、あのサンプルとしてはです、ね、そこまで、まあ、多くの人数のです、ね、方のものを集めたものではありません暫定的なものということになりますただこの正答率の統計が出る前にです、ね、私の方で実は本試験直後に え全体の公表を行ったわけですけれども、まあ、そのときの,その、まあ、公表のときの,の私の,その感想とです、ねえー、一致しているところもあればちょっとこれ一致してないなというところも実はありまして、えー、逆に言えばです、ね、そこがおそらく合否を分けるポイントなんだろうというふうにあの考えました。でここであの広報系の問問問題題一 で私法ですね、司法系の問題を6問取り上げております。でえー、去年のですね令和元年の問題に限って言うと、まあ、おそらくあの実際に受験された方は、ですねすぐお分かりかと思いますがあの、一般知識は特に取り上げる必要もないのかなと、つまり一般知識に関して、まあ、これが合否を分けたというような問題というのは特になくてですね。まあ、えー オーソドックスなあの非常にオーソドックスで、えー、あのおよそ足切りにかかるというです、ね、レベルの問題はまあほとんどなかったということになります。ですから一般知識でもし仮にです、ね、足切りにあってしまいましたという方は、まあ、おそらくです、ね、これ3つのことをやっていなかったと3つのどれかをです、ね、怠っていた1つは過去問の研究です。 あの過去問はきちんとやってくださいあつまり、えー、その政治経済社会に関して特に政治経済ですが、えー、去年の問題に関してはもう過去問レベルの問題しか出ていません過去問の,その繰り返しですね、まあ、もちろん全く同じ問題は出ませんけれども同じテーマでしかも同じような知識をです、ね、聞いてきてるわけですから、えー、過去問の繰り返しというのはあの一般知識については必須になります。 そして2つ目は何かというと個人情報保護法の条文の読み込みです。これが足りてないと例えばちょっと後ろの方細かいところですねの条文聞かれるともう解けないということになるわけですね。しかしながら個人情報保護法の、まあ、条文問題は必ず毎年1問。 で出るわけですね必ず毎年出るわけですから出ると分かってるのに、えー、それを落としてしまうというのはそれは明らかに勉強不足ということになりますですから、えー、個人情報保護法の読み込みですねこれは絶対やってくださいで最後にもう一つ何かっていうとこれはあの、まあ、文章理解じっくり解くっていうのは当たり前なんですがそれはもうあの皆さんですね心がけてると思います、えー、それよりもですねあの情報通信用語って結構簡単な問題が多いんですよ でもちろん過去問と全く同じ問題が出るとは限りませんので例えば、えー、レックでいうと合格講座の講義録にあ,のある程度、表の形で、まあ、網羅してますのでそういった基本的な用語に関してはすべてやはりきちんと覚えると例えば SNS が何の略,語あの略語なのかとでどういう意味を持っているのかといった知識があれば簡単に解けてしまうわけですね、えー、去年の問題。ですから、えー、情報通信用語の,あの暗記これも徹底してください。 情報通信用語でもしあの,あの問題で落としてしまったという方ですね去年の一般知識のであれはあの非常にあの落とすべき問題ではないということになりますのでそのあたりはきちんとですねそれを踏まえまして今年あの去年の試験では法令の卓越問題が比較的難しいものが多かったという感想をお持ちの方あるいは実際の正答率にもそれが表れているという問題がいくつかありまして でただあの私ですねあのその本試験直後に、えー、採点公あの公表ですね、えー、本試験公表をやったときにはあのまあ粗読さ問題が多かったかなというあの率直に言ってそういう印象を持ちました。ただそれができていないのは一体どうしてなのかということはあのこれから分析していくわけですね。で、えー、ちょうどあのこれ運命的なものを感じるんですけれどもあの今日今収録をしているですね、えー、今日この日にあの。 まあ野村克也あの監督ですね、えー、亡くなりましたという訃報ニュースで見たんですけれども、えー、野村さんのその座右の銘、まあ、皆さんご存知だと思いますが勝ち、えー、に不思議の勝ちありとで負けに不思議の負けなしというです、ね、そういう座右の銘がいますもともと平戸藩の藩主が言った言葉と言われてるんですけれども、まあ、それを座右の銘として、えー、とにかく徹底して敗因分析をするこれ非常に重要なことになります。 ではあの早速ですが見ていきましょう。えまず一ページですね。<laughs> はい問題五番ですけれども、えー、これはですねあのまあ正解肢がどうという以前にこの、えー、柱書きの部分問題の設問文ですね、えー、そこにぜひ注目していただきたいと思います。えー、これ選挙権 選挙制度に関すする次のの記述うち書いあわけでね選挙権だけではありません選挙制度に関する次の記述のうち最高裁判所の判例に照らし妥当でないものはどれかと妥当、まあ、でないものを選ばせるという問題で、まあ、正答率はちょうどまあ半分ぐらい50%、52%とありますので約あの2人に1人の方は正,答できたと正解できたということになるわけですね。 でよく見るとです、ね、番目あの選択肢2番目以下の選択肢が比較的あの典型的な判例知識を問うものであるということになるわけですですからこれは、正語というよりはです、ね、あのこの出題傾向に注目してほしいとこれ、選挙権、選挙制度に関する次の記述とあるわけですが単にあの選挙権に関する記述のうちでもなく選挙制度に関する次の記述のうちでもないわけですね。ねつまり この選挙権というのは、まあ、皆さん、どこで勉強するかというと憲法15条、つままり人権のところで勉強しますで。選挙制度に関してはいわゆる統治分野の国会のところで,す、ね、で学習するわけですけれども要は、人権と統治というふうに分野を超えて1つの問題で主催されているこの傾向ですね。ですから、これはあのこれは私、私、まあ 別に私もオリジナルでも何でもないんですけれども、えー、私の方ではこれは分野横断型というふうに、まあ、あの名前を付けることができるわけですね。 この分野横断型の問題というのは今後おそらく増えてくるだろうと、まあ、今までもすでに出ていたわけですけれども今までもです、ね、ある程度出ていたわけですがこの分野横断型の問題というのは今後おそらく増えてくるだろうとですから人権は人権で切り離して学習するんじゃなくて人権と統治でクロスオーバーする分野があればです、ね、そこは積極的にこう関連づけながら覚えていく必要があります。 この分野横断型の問題っていうのはおそらく増えてくる可能性は非常に高いかなということになります。はい、えー、そして次の問題ですね。そうすると問題7番も同じような観点からちょっと見ていきたいわけですが、これ実はですねちょっと時事的な話題にもなってあ,のある一つのあのニュースがありまして、えー、実在のその裁判官あの東京当時,当時ですね東京高裁の判事だった。 えー、岡口裁判官という方がですね、えー、実際にそのツイッターにおいてさまざまな投稿をしていたあの非常に珍しいあの裁判官なんですあの珍しい裁判官で、えー、積極的にその情報発信をするとで他の裁判官みんなこう秘密主義、ですね、えー、つまり、えー、裁判官としての高度の守秘義務もあるし、えー、自由な表現というのはい、まあ、わば節度です、ねえー、がないと、えー、節度をです、ね、害すると。まあ あの品位を害するということで、えー、あまりこうやあの SNS 投稿などをする裁判官少ないわけですが、えー、この岡口裁判官はそのツイッターであの積極的に投稿していると。ただ、えー、その投稿内容の一部がですね、えー、ちょっと問題視されまして、えー、懲戒処分を受けたとそういう実際のその事件をモチーフにしたものということになります。ただもちろんその事件を知ってても知らなくてもあのごあの正誤には関係ないあのこれが正解できるかどうかというのは実は関係なくて。 この裁判官の懲戒手続き一般についてインターネット上で次の1から5の出所不明の情報を発見したとでこのうち法令や最高裁判所の判例に対して妥当なものはどれかとありますねで。まず注目しなきゃいけないのは裁判官の懲戒手続きについてというところですからあおそらくあるこれは統治の問題かなというあのまず先入観を持つわけですね。 で実際、あの1番と2番はこれはあの統治の問題であるわけですね憲法そして裁判官分言法です、ね、の知識を聞いているものということになります例えば選択肢の2番を見ていただくと裁判官の懲戒の内容は職務停止、言及、開国、または仮料とされるとありますけれども職務停止と言及はないわけですね裁判官のその高度の独立性を保障するという観点から職務停止だとか言及というのは許されないとされています。 まあそもそも裁判官は給料を減らないというのはもう憲法上の知識ですね基礎知識中の基礎知識ですから仮に裁判官文芸法を知らなくてもこれはあの選んではいけない足ということになるわけですねこれは誤りだということになりますで、えー、正解は実は3番なんですけれども345というのはよく見ていただくと実はいずれも、えー、これはあの3番4番5番は、えー、表現の自由との関係での えー、論点ですねこれが論じられたあの判例であるということになりますもちろんテラニシファ事法の文言裁判においては、えー、もちろんあの表現の自由がメインテーマではありますけれどもまあ、それ以外のですね統治上の、えー、統治に関する論点も、えー、論じられてはいますがただあの345はど,どちらかというとこう人権、えー、よりの出題ですね人権的なその、えー、出題ということになります そうすると、この問題7もお、ね、分かりかと思いますが、これも分野横断型ということになるわけです。まあ、去年の問題1つ取っても、実はもう問題5、問題7と、もう2つ出てるわけですね、2問出ています、分野横断型は、えー、まあこれ今後もおそらく、ですね、必ずこういったタイプの問題出るだろう。つまり、 今の,その憲法の試験委員の先生の関心事というのがただの先生というあの一橋大学のですね先生いらっしゃるんですが単に純粋に統治の知識だけを問うんじゃなくて統治と人権であの関係するところが出てきたらあの積極的にこれを関連づけて融合問題として出題するという傾向があるわけですねこの融合問題というものをですね積極的に意識してつまりこの問題は一体何の問題だろうと。 統治なのかな、人権なのかなと、そういう無駄なところで悩まないということが重要になるわけですね、この分野横断型の問題というのは、今後、増えてくる可能性が高いですから、ぜひそういう観点から、知識を整理し直すということをやっていただきたいと思います。はい、そししてて問問題題番から行政法の問題ですね見ていきましょう でこの問題は、これ私、最初に、まあ、本試験直後にです、ね、この問題をこう見た瞬間はあの全く難しい問題とは思っていなかったんですがあのその予想に反してあの正答率23%。 でおそらくです、ね、あの5番目は明らかに選ぶ人はいなかっただろうと、つまり内閣総理大臣、行政確保、指揮監督できるというのはです、ね、もう憲法上の基礎知識でもありますので5番を選ぶということは少なかったんじゃないかなと思いますがただ、1から4のうちいずれもが正しく見えたということなんだろうと思います。でちょっとと番からこれ詳細に見ていきますと 各省大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずるが、これはそうですね。憲法のお知識の通りです。で、内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることはできないとありますけれども、これはあの戦前の、えー、憲法慣習があります。例えば、あのお聞きなあのご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、あの高橋喜彦って大蔵大臣がいたんですね。戦前で高橋喜彦はこれあの臨時に その内閣総理大臣をあの兼任したことがありますですから戦前にそういう実際の例があったわけですね。でそれを受けて現在のこの国家行政組織法において内閣総理大臣が兼任することは妨げないとそういう規定を置いてるわけですね。 戦前の,その憲法関連から実はこういう規定が置かれているというその事実があるわけですただその歴史的な事実もしご存じの方がいたらこれはいやあの多分できるんだろうなということで選択肢選べたのかなというこれはあの誤りだと判断できたのではないかというものになりますでおそらくですねこれ2番目を選んだ方も多かったんですが非常に残念なんですねこれは。 あのこれはきちんと法規命令と行政規則の区別がついていないということを自白しているあのここで引っかかった方は法規、ね、命令と行政規則の区別がついていないということを自白したに等しいわけですからそこを徹底して学習してくださいで2番を見ていきますが各省大臣はその機関の事務を統括し職員の服務についてこれを叩くするがとあたります、ね、職員の服務についてとつまり内部規律の問題ですね。これ でその機関の訴訟事務について命令または自殺これ、命令って誰に対する命令かそれを考えないとあの機械的にあこれ、正しそうだで丸つけてしまうという誤りに陥るわけですこれ、命令っていうのはあの組織内部における職務命令ですで、これはあいわゆる行政規則に過ぎないわけですねですから、行政規則といえば告示の形式ではなくこれは通達 ですよね、あるいは訓令ということになるわけですですから訓令または通達が正解になるわけですが国事でなんとなくこれ正しそうかなと、まあ、まさかここは誤りだとは思わないわけですねこれはしかしながら国事の形式をとるのは一般には法規命令ですつまり国民外部である国民に対して権利義務を設定したり制約したりするというものですねこれが国事の役割法規命令としての国事の役割 ですから、これ2番で引っかかった方はそこは猛省してください。要は,あの要はこれ間違えるべきあの足ではないということになるわけです。で3番が正しいんですね。あの要は、えー、各省大臣というのがその法律の、えー、所管大臣になると例えば会社法は法務,法務大臣です、ね、が所管大臣です。その所管大臣が、えー、アイデア、イ、え、デ、ー、案を作って、 で内閣閣総理大臣に提出し閣議を求めるつまり最終的には内閣総理大臣がその法,令あの法律に連署するわけですから法律とか政令ですね、連署するわけですから閣議にかけて全員一致でえじゃあこの法案で通しましょうと提出しましょうということになるわけですね。ですからその,あのイメージがないと3番が正しいのかどうかというのはちょっとあの自信が持てないということになるわけですね。で4番、えー、これもあの非常にあのこれ、間違えた方は猛省してください、これはあの基礎中の基礎です。 各省大臣は主任の行政事務についてこれ大臣、はがという主語が重要ですね各省大臣は主任の行政事務について法律もしくは政令を施行するためまたは法律もしくは特別の政令の特別委任に基づいてそれぞれその期間の命令として規則じゃないわけですね。これははですす大臣が発するのは省令 でえー、ちなみに、この法律もしくは政令を施行するためとありますが、これがいわゆる執行命令としての政令ですよね、あの法規命令って2つありましたよね、覚えてますよね、えー、執行命令としての政令ですあ省令です失礼で、えー、または法律もしくは政令の特別委員に基づいてというのが、まあ、これが、えーまあ、法規命令ですね、えー、としての。 そのものもとあの委,任命令です、ね、委任命令としての省令とととということになります、まあ、委任命令としての執行命令ですね、まあ、2種類あったということになります。はい、この問題9番はです、ね、結局何を聞いているのかということは、ここはちょっと意識していただきたいわけですが、内閣法及び国家行政組織法の規定に関する次の記述のうちと書いてありますけれども、結局、メインテーマは行政立法の知識です。 それを意識しないとやはり引っかかってしまうわけですね、あこれ、漫然とあ条文知識を聞いてるなではないんです、ここは行政立法の基礎知識を踏まえた問題だと、でそれを踏まえて回答しなければいけないということをぜひです、ね、意識してください。はい、じゃ次の問題ですが、問題11番ですね、いきましょう。 まあこれは正当率51%、まあ、皆さん、行政手続き法はあのきちんと条文読まれていると思いますので、えー、ここで引っかかった方はあのーまあ、あの2人に1人ということになりますけれども、お、え、そ、ー、らくです、ねえー、典型的に引っかかっただろうなというのは、まあ、1番かもしくは5番ですね、まあ、ちょっと1番見ていただくと、ですね、これ、1番はあの見,た見た瞬間にですね、まあ、見て、 でこの後問題の,その 44, ですか、ね、44番か、えー、見た瞬間に、えー、びっくりするんですね、これ。1番が実はヒント、あの大ヒントになっています。あの実はあのこれ気づいた方はですね、ああのラッキーだと思って、えー、何人もっていうふうにです、ね、あの書き始めることはできたと思いますが、ただ、応番はもちろんこれ誤りなんです。 どこが違うかというと難美ともというところが違うわけですねつまり行政指導の中止等の求めあの中止の求めというものですけれども、まあ、行政指導の中止を求めることができるのは行政指導されている人だけつまり相手方ということになるわけですねだから難美ともが誤りですただしこの選択肢を見ていると実は問題四十四番の、まあ、答えにかなり近いことが書いてあってこれをあのあ やったと、ラッキーだと思った方はおそらくスラスラかけて、ですねでかなり高得点を取ったということになるわけですねですから、このあたり、実は行政,指導に行政手続き法に関する平成26年の改正点ですけれども、これが実はかなり出ていると、出題されている。 ですから、ここはしっかりです、ねえー、復習をして、まあ、もし間違えた方は、えー、復習をして、えー、あとは記述問題にこれをつなげるという意識をです、ね、ぜひ、えー、持っていただければということになります。まあ、あの行政手続きはあの来年のあの今年の試験ではもうあの記述が出ないかもしれませんが一応です、ね、このように、えー、ヒントが択一、えー、の問題の方に隠れていることがまれにあるということですねあのこれは本当に非常にラッキーなあの気づいたい方にあのラッキーな取題ということになります。 はい、じゃあ次行きましょうか、問題16番、えー、問題16番は行政不服審査法の問題ですが、えー、9ページですね、9ページの、まあ、問題16番ですね、えー、これは行政不服審査法の問題ですけれども、えー、これは。 あの、ちょっと解説の方、まず見てください。解説を見てですね。まあ、正解があの5番目だっていうのは、もうあの皆さん、えー、ご承知かと思いますので、えー、これは解説のを見ていただくと、まあ、123はこのような、えー、規定がない。4もそうですね。ただ、えー、この81条2項とか81条4項というのがそこに引用されてます。つまり、えー、この問題一体何を聞いてるかというと。 あの普段皆さんがです、ね、なかなかそこまであの勉強が及ばないつまり後ろの方の条文ですよね行政不服審査法の中でもかなり後ろの方の規定でしかも地方公共団体が絡むような、えー、出題であるとでそこはあ、まあ、ここは出ないかなと思ってついついこう飛ばしがちなところそういったところをついてきてるわけですねただあの条文知識をきちんと押さえていれば確実に正解できる問題とだからこれが41%というのはやはり低いと。 あのちょっと予想外に低いと言わざるを得ないわけですね、41%の正答率ということは、あじゃあ、あの行政手続きと行政服審査法は条文問題、必ず出るからあの、隅から隅まで全部あの繰り返し、読まなければいけないということが徹底できてないということになるわけですね、条文をきちんと繰り返し読んで覚えていくということをやってください。 はいえーまあ、行政法ですね、ちょっとあのもう、えー、行政法総論の問題としてはあの、特に取り上げていなかった、えー、取り上げた問題はなかったんですけれども、ちょっとついでにあの行政法の学習の仕方についてですね、えー、少しだけあの申し上げておきますと、あの行政法というのは、えー、行政法という科目の中に、さらにあの細かい科目、小さな科目がいくつか分かれていると。 行政法総論ですねに始まり行政手続法、行政不服審査法とそして行政事件訴訟法ですねそして国家賠償法がありであとはまああの損失保訟なども時々出ますそして地方自治法ですねというタイプの科目もあるということになります。でそれぞれの細かい科目ですね小さな科目ごとに対策を立てて分けていく必要があります。 例えば、行政法総論はもっぱらこれ概念つまり用語ですね用語の定義とそして分類法ですねこれを徹底して覚えていくということが重要になってくると例えば今、今先ほど挙げましたが行政立法の中でも法規命令と行政規則法規命令の中でも委任命令と執行命令というようにですねその分類がきちんと頭に入っていて使い分けができているかどうかということが先ほどの国家行政組織法の問題でも問われていたわけですね実は。 ですから、このように用語の意味、分類です、ね、こういったものをきちんとです、ね、覚え直すということをやる必要がありそして行政手続法と行政不服審査法は,これは明らかに条文です。 ただあのこと、去年の試験に限って言うと行政手続法の判例問題も出ました。あの有名な判例がいくつかある、あのたくさんはありませんけれども、いくつかあるからですね。ですから、判例もあの出ないわけじゃないぐらいの,あのスタンスで学習すれば結構ですが、ただ、行政手続法で絶対落としちゃいけないのは条文問題です。だから条文はとにかく繰り返す、ひたすら繰り返す。これは不服審査法も同じですね、えー、ひたすら繰り返す。えそして、えー 行政事件訴訟法に関してはこれは50%半々ですつまり条文が半分判例は半分ですねで判例といっても、まあ、出る判例決まってますだいたい訴訟要件の判例あの原告適格処分性協議の訴えの利益ですねこういった有名な判例、えー、ありますのでそれももう過去問を見ながらある程度、えー、当たりをつけてですねあこれまた出てるぞというものがあればそれはもう正確に覚えていくという努力をしてください <laughs> えそして、えー、国家賠償法はもう分かりますねこれはもう判例です判例しかありません判例をきちんとですね、えー、徹底して押さえるということにつきますで地方自治法はどうするかこれがあのかなり厄介な科目ではあるわけですがただこれからこのあと見ていきますけれども地方自治法はやはり、えー、まずは過去問あの地方これはの会社法でもちょっと説明しますけれども地方自治法会社法そして一般知識これ過去問を重視してください あのおそらく地方自治法とか会社法とか一般知識ですね、えー、苦手にしている方っていうのは過去問をやってないんです過去問と同じものは出ないっていうふうに思い込んでですねやってない方が多いとでしかしながらあの意外と出ます意外とっていうかですね、えー、過去問を焼き直したような問題が非常にたくさん出ますですからここはしっかりですね過去問を繰り返しやるとで過去問をやりながらそこに出てきた範囲の条文はなるべく読むということですね はいで問題16番のこの行政不服審査法に関しては、先ほどお話した通りで、もう条文学習を徹底してください、81条であっても、ですね後ろの条文であっても、まあ、手を抜かずにきちんと読んでおくということが必要になりますはい11ページの問題22番ですね、いきましょうか。<laughs> えー、11ページ、問題22番で、えー、普通地方公共団体の議会に関する次の記述のうち、えー、正しいものはどれかとありますね、でこれがあの正答率39%と、えーまあ、あの意外と低いなと、やはりこれもあの決して、えー、落とすレベルの問題ではないのかなということになるわけですが、例えばあの選択肢の3番というのは、これ毎年あのレックで言った合格講座の講義録に必ず書いてあることなんですね。 だからあのこうあの条文読んだことがなくても抗議録の復習だけやっ,てあのやっていても必ずこれ取れるはずなんです、あの3番が正解ですから、えー、議会は定例会及び臨時会からなり臨時会必要がある場合において、えー、不義すべき事件を長があらかじめ告示し、えー、その事件に限り招集されるというもので、えー、3番がもう起訴中の起訴ですからこれはもう抗議、まあ、録をです、ねえー、正確に復習していればあの取れたはずということになるわけです。 ただ、おそらく引っかかった方が多いだろうという選択肢が一番ですかね。一番ちょっと紛らわしい、まあ、あの改,正改正点もです、ね、若干含まれているとこ。 ところでちょっと紛らわしいかなというものあの選択肢ですけれども議会は長がこれを招集するほか議長も議会運営委員会の議決を経て自ら臨時会招集することはできるが誤りでこれは招集請求ですよね議会運営委員会の議決を経て臨時会招集請求ができますという規定です,ですのでそこはぜひです、ね、正確に復習をしておいていただきたいということになります。 はいえーまあ、この問題22番に関しては、まあ、今あ、正解の選択肢と、あと引っかかり、あのおそらく多くの方が引っかかっただろうなというところを見ましたが、それ以外のところもきちんと条文はです、ね、確認をしていただければとということになります <laughs>、はいえー、問題24が監査員の問題で、これが55%、まあ、これはまさにあの合否を分けただろうと。つまり えー、きちんとです、ね、地方自治法に関してあの、過去問を中心とした基礎知識です、ね、身につけていたという方は難な,なく解けると、しかしかあの、地方自治法はちょっと苦手だということで、過去問も解かずです、ねえー、復習もあんまり徹底してないという方はおそらく落としたんじゃないかと、まあ、そういう問題になります。<laughs> えちょっと見ていきます。1番、ですね。えー、普通地方公共団体の常勤の職員は、えー、監査委員を兼務することができないとありまして、まあ、その通りなんですけれどもあのこの発想というのはあの会社法の監査役と同じなんですよ。つまり会社法の監査役というのはその従業員だとかあとはあの執行役とかです、ね、あるいはそのもちろん取締役もそうですけれども、えー、兼任できないわけですね。つまり、 実際に事業を執行する者とそれを監査・監督する者が同じであってはいけないと、まあ、その趣旨で監査役だとか監査員というのが置かれているわけです,、ね、ですから、えー、兼務できないというのはこれ理屈から言って当たり前ということになるわけです。 で2番で引っかかった方が意外と多いので、あのちょっと2番ですね、えー、注目してみましょうか、えー、普通地方公共団体の議会の議員は条例に特,特に定めのない限り、えー、当該普通地方公共団体の監査員となることはできないとありますけれども、これ、あの議員選任監査員という言葉を聞いたことがない、えー、方ですね、これ間違えてしまうのは、つまり、えー、議員から必ず選ばなきゃいけないのが原則なんです。 ただし、条例で議選監査員と略して言うんですけれども、議選監査員を外すことが、あのこれを置かないとすることができるわけですね、条例、定めれば。ですから、これ逆ですよね、条例に特に定めない限り、監査員となることはできないは誤りです、ま、罰ですね、えー、これはあの注意してくださいあの、議員の中から監査員を選ぶのが原則なんです、1人は。はい。 あとは4番などで間違えたという方はもう猛省してください、これは条例により法律を定められている数以上に増加させることはできないとありますが、もちろんこれ、増員はできますできるわけですね、これをしっかりです、ね、押さえておく必要があります <laughs>、はい、そして次の問題ですが、15ページですね、開いていただくと。 国公立学校をめぐる行政法上の問題に関する次のあからへの記述のうちってありますねであのまずこの冒頭の部分を見た時に国公立学校をめぐる行政法上の問題というのは一体何なんだろうというあのおそらく問題意識が出てくると思います。ただこれよく見るとですね分かるんですけれどもよく見ると分かりますがこれはあの憲法の、まあ、有名な判例がほとんど。 占めているわけですね。まあ、うはちょっとあのそうですね。えっ、ー、と今ちょっと違うかもしれませんが、えー、あとうと a、えー、はいずれもあの憲法上も有名な判例です。で、憲法の判例知識まあ、判例が、えー、行政法の問題として出題される。これは実はごく当たり前のことです。どちらも広報ですね。広報という共通点があってで、えー、いわゆる憲法訴訟という言葉ありますけれども。 あの純たであるその憲法裁判所というのは我が国には存在しないわけですから必ず民事、刑事、行政のいずれかの事件に付随してえ憲法判断がなされる付随的意見審査制ってありましたねですから、えー、そ,あのその付随的意見審査制からすると当然、えー、例えば、えー、行政法の論点と憲法の論点というふうに組み合わさって、えーえー、論じられるわけです判例の中で。例えばですね、えー、見ていただくと 公立高等専門学校の校長が学生に対し、言及留置処分または退学処分、もうここを見た時点ですぐピンときてください、あのエホバの証人です、剣、え、道、ー、事故拒否事件ですね。<coughs> 行うかどうかの判断は校長の合理的な教育的裁量に委ねられるべきものであり裁判所がその処分の適否を審査するにあたっては校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断しこれを判断第一という判断手法と呼ばれる判断手法になりますけれども我が国の最高裁ではこの判断第一の手法を採用したという判例は一つもありません。 つまりその行政庁と同じ立場に立って判断をやり直せというそういうものではないということですね、あくまでも行政庁の裁量判断を前提とした上でということですね、その事実誤認などがないかどうかをチェックせよというのが、我が国におけるその行政裁量の判断の仕方ということになります。したがって、これはあわあやまりということになるわけですが、実はこれ、エホバの証人の,その剣道事故拒否事件において、この論点も出てきたということなんですね。 だからここで一つあの覚えておいていただきたいのはこれは、もうもはやですね、何とネーミングするかというとこれは科目横断型、ということになります。科目横断型、このような出材があるで今後増えることが予想されます科目横断型、ですね。科目横断型、つまり憲法と行政法というその科目を超えて憲法の有名な判例が行政法に出材されていると。 実はあの去年初めてこの科目横断が出たわけでは実はないんですよね、あの過去の問題あの、10年分ですね遡っていただくと、実はちょこちょこ出ています。ですから、えー、この科目横断型の,その問題が今後も増えるだろうと意識して、憲法は憲法、行政法は行政法と学習するんじゃなくて、憲法を学習する中で行政法もあの思い出す、復習する。 あるいは行政法を学習する中で、あ、これ憲法であったな、じゃあ憲法の公議録も読み返そうというふうに必ずこうフィードバックする必要があります。科目横断型の取材というのは今後あの増えることは予想されます。で、まあイはちょっと違うとしてウですね。見てください。これ何の判例かというと。 公立学校の儀式的行事における教育公務員としての職務の遂行のあり方に関し校長が教職員に対して発した職務命令はとありますね。この公立学校の儀式的行事とか職務命令というあたりで、まあ、ピンときていただきたいわけですがあの君が訴訟ということになるわけです。ね。 教職員個人の身分や勤務条件にかかる権利義務に直接影響を及ぼすものではないから広告訴訟の対象となる行政処分には当たらないとありましてうは正しいんですけれどもあの妥当であるわけですがつまり、これ先ほどあの行政立法の,あの解説をしたときにあの触れたかと思いますがこれ内部的なあの組織行政組織内部における職務命令というものは果たしてこれはどういう性質を持っているのか。 これはあの国民、外部である国民に対して発せられたものではないわけですね、あくまでも組織内部の秩序を維持するための命令ということになります。したがって、この命令には処分制を認めないというのが行政法上のポイントということになるわけですね、行政法上のポイントとしては、この処分命令にはこれ処分制は認められませんというものになります、はい。そして A の選択肢、これも有名な判例ですよね。 あのこれ読んで気づかなかったという方はもう憲法からきちんと復習してください国公立大学が専攻科修了認定をしないことは一般市民としての学生が国公立大学の利用を拒否することにほかならず一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであるから専攻科修了の認定不認定に関する争いは司法審査の対象となるとありますね。 でここで思い出してほしいのは、あの先行化終了認定と単なる単位の不認定ですね、これは違うということですね、単位の認定、不認定は、これはあのいわゆる部分社会の法理が適用されると、部分社会の法理が適用されるから、そこには司法審査は及ばない。 しかし、専攻化終了認定というのはここに書いてあるとおり一般市民、えー、としての法秩序に関わる問題であるしたがって単なる部分社会内部の問題にとどまらないから司法審査の対象となるとこれ、憲法で勉強した内容です。いいですかね。これまさに憲法の問題なんです。科目横断の典型例です。ね。科目横断の典型例。だからあの、工藤ようですがあの憲法は憲法行政法は行政法と切り離して学習するのはもうアウトですね。 必ず関連付けしてください、あの関連付けられるところはい。じゃあ,、えー、あ、そうですね、ちょっと司法に入る前にです、ね、1問だけ、えー、これはあのどういう趣旨かというと、解説するという趣旨ではないんですが、あの今です、ね、ピックアップした問題というのは、ね、おおむね、正答率が低いもの、まあ、中にはの50%を超えるものもありましたけれども、まあ、低いものをです、ねえー、ピックアップしました。 あの要は難しいから解けなくて当たり前だと思われるかもしれませんが、まあ、そうではないという例として挙げましたただ、これはあの問題20番あのレジュメには挙げていませんあのただ、受験された方はです、ね、あのお手持ちの,その問題冊子があればです、ねえー、ご自宅に帰ればおそらくあ,のあると思いますのでそれをあの改めて見ていただければ結構ですがこの問題20番はです、ね、これはもう落としてもしょうがないとあの要はあの正答率も低いんですこれ非常あの実際正答率も低かったんです。 でえー、これはさすがにあのちょっと落としてもしょうがないかなという問題ですねで問題20番はこれ何かというと損失保障に関する最高裁の判例でこれ自体非常に有名な判例なんですただしあのどこから出題されているかというとこれ藤田時康裁判官あの行政法の対価ですねあの東北大学の教授です、えー、名誉教授か、えー、ですでこの藤田時康裁判官の,あの補足意見から出していると。 で補足意見からあの行政法の判例で補足意見から出るというのはやはりかなり高度な出題になりますあのなかなかそこまではですねあの最高裁の,あのいわゆる多数意見というかあの判決ですね判決そのものはあの読んだことはあ,のあるけれども補足意見まではちょっとフォローしてないという方は非常に多いと思いますので、まあ、そこはもう本当に発展的な学習しないとなかなかあの完全には解けないだろうという問題になります。 これはあの,言葉の組み合わせ問題ですから比較的あの優しいはずなんですけれどもにもかかわらずあの非常に正当率が低い、まあ、これはあの引っかけも非常に巧みに作られていましたので、まあ、特別の犠牲とかですね尊重だったらあこれキーワードだからということで、えー、すぐに飛びついてあの選ぶという方もいたと思いますけれどもただこあの、この手の問題は、まあ、やはりあの相当学習しないとあの細かいところまでですね、えー、きめ細かくやっていく必要がありますので、まあ、これは落としてもしょうがなかったかなと。 いう問題ですね問題20のようなものは、えー、これはもう無理して取りに行く必要はなくて、まあ、ある程度見切りをつけるというもので良、えー、いということになりますですからあ,のあくまでも合否を分けた問題だけをピックアップしてますあの合否を分けたのはこ,のあのここに挙げてる14問ですね、えー、だろうという観点からピックアップしておりますので、えー、この問題で、まあ、あの確かにこれかなり落としたなと。 いう方はあぜひですね、えー、どこがまずかったのかということを意識して、えー、復習してみてください。<laughs> はいじゃあ司あの私法ですね司法の方に行きましょうか。えー、問題三十一番ですね問題三十一番。 質権、まあの問題でおそらく不動産市学習している方は少なかったのかなと、まあ、4番が正解なんですけれども、えー、実は設定者の承諾なくしてです、ねえー、使用収益をしてで収益から上がったその利益をです、ねえー、弁済に当てていくということができるというのが不動産市の実はあのメリット、えー、ということになります。ただあの不動産市デメリットもあって 用物契約ですから引き渡しは必須なんですね。つまり試験設定者は試験あの試験者に対して不動産を渡さなきゃいけないというデメリットがありますから、まあ、だからあまり活用されていないということになります。はい、ちょっと他の選択肢を見ていただいて、例えばですね。 えーまあ、今年の記述に出そうだな危ないな危な危そうだなというところをです、ねえー、例えばこの選択肢から探っていくとすれば、まあ、やはり一番でしょうね、えー、これ非常に有名な規定です、えー、動産主権者は継続して私物を占有しなければ、えー、その資源を持って第三者に対抗することはできないつまり、えー、占有の継続が第三者対抗要件です。 占有だけではありません。占有、一回やればあの、一時的にやれば良い,いというものではなくて、占有の継続です。これが第三者対抗要件。でまた あの私物の占有を第三者によって奪われたとき、ね、の騙し取られたときなどは含まないという有名な論点もありますね奪われたときは占有回収の訴えによってのみですねこの占有回収の訴えがちゃんと出てくるかどうかもしこれ、記述で問われたときにです、ねまあ、そこが出てくると、えー、相当高い点数がつくということになるわけですね。よってのみ、その私物を回復することができる。<laughs> 7、まあ、権に基づく物件的返還請求になるものはあのできないということですね、えー、それをきちんと、えー、理解した上で、これは正確に覚えておいてください。あと、あのー まああの誤りの傾向としてあのこれ比較的多かったのが2番を正解だと選んだ方があのいらっしゃるわけですが妥当でないもの、つまり試験設定登記しなくても引き渡しがあれば対抗できるんじゃないのかなというふうふにですねおそらく考えたんだと思いますがあの不動産質の第三者対抗要件はやはり登記なんですあの不動産ですから登記ということになるわけですねですから不動産試験に関してもこれはあの試験設定登記をしないと第三者には対抗できない。 まあ効力は引き渡しと同時に用物契約ですからあの生じるわけですけれども第三者に対抗するためには何が必要かというところはこの機会に押さえ,えていただければとということになりますあと、7件の即時取得ですねこれもちょっとあの例えば記述,であのえ記述で問われる可能性もあるところですからあの即時取得の対象というのは所有権があのメインですね所有権メインですがあの動産所有権ですねメインですけれどもそれ以外にも7件 だとか一部の先取り特権ですねあの不動産賃貸の先取り特権などでも即時取得がありうるというところでその即時取得できるというところはしっかりですね、えー、押さえておいてください。5番目で間違えた方いないと思いますがもしこれあの選んでしまった方はもう要注意です、あのもう基礎,基礎からですねきちんとやり直す必要があります。 あの債権などの財産権の上に設定できるというのはもう基礎中の基礎ですね債権し権利しということがあるわけですからそこはしっかりと復習をしておいてください。はい問題32番いきましょうか19ページですね。<laughs> 天、えー、体者関係に関する判例知識そして民法の条文知識ですね、えー、問う問題ということになりますでこの手の問題というのはおそらく正攻法で解く方は少なくて、えー、組み合わせですからあの消去法を使う方が多いと思いますあの消去法をです、ね、きちんとやはり使ってくださいあの全然恥ずかしいことでも何でもなくです、ね、むしろあの早く正確に解くためには重要なことということになります。<laughs> で、例えば、消去法をです、ね、どうやって使っていくかということなんですけど,あのどのようにして使っていくかということなんですが、例えば、一番わかりやすいところからあの解くというのが鉄則ですね、で、一番わかりやすいところっていうのは、例えば、うですね、えー、見ていただくと、これ、一番短い短い、あの足も短いですし、えー、そのわかりやすいものです。<laughs> 賃貸人の承諾がある天体であってもこれにより賃貸人と転借人間に賃貸借契約が成立するわけではないので賃貸人は転借人に直接に賃料の支払いを請求することはできないとありますけれどもこれは基本的な条文知識ですよねつまり転借人は賃貸人に対して直接義務を負うわけですね直接、履行する義務を負うと何の履行義務かというと賃料の支払い義務ということになるわけですしたがって「うは」は妥当でない罰ということになりますね えー、うわこれ妥当でないそうすると、えー、3番4番消去できるというふうに消去法を使っていくと、えー、どんどんこれ絞られていきます。<laughs> で、えー、絵の判例知識はこれはぜひあの覚えておいてほしい、まあ、これあの絵で迷った方もいらっしゃるかもしれませんが絵の判例知識もこれもあの、まあ、どちらかというと基礎知識になります。えー、絵を見てていきましょうか、えー、無断天体であっても えー、賃借人と転借人間においては転退釈は有効であるので、えーまあ、谷口賃退釈もであの有効であるわけですからそ,その理屈からすると、まあ、無断転退も転退釈自体は有効と、まあ、これは合っていると思います。 あるので、えー、現賃貸借を解除しなければ、えー、賃貸人は転借人に対して、えー、所有権に基づく建物の明け渡しを請求することはできないとありますけれども実はこれ判例あの有名な判例があるところで、えー、これ無断転退がなされている場合転借人は賃貸にとっては不法占有者であるというふうふに判例を考えるわけですね。ね 不法占有者ということは賃貸人から見るとこれはもう全く根拠なくですね住んでいる人ということになるわけですから所有権に基づく物件的返還請求ですね明け渡し請求ができるとこれは所有権に基づく物件的返還請求権を認めたという判例として有名なものです。ですから A はこれ A も妥当でないということになって5番も消去できるわけですね。 そうすると、あが妥当だというのは前提になっていて、いかおかどちらかということになりますね、どちらが妥当なのかと。でそこで、いを見ていきましょうか、えー。賃貸人の承諾のある天体において、えー、賃借人による賃料の不払いがあったときは、えー、賃貸人は賃借人及び転借人に対して、えー、その支払いにつき、催告しなければ、えー、現賃貸借を開始することはできないとありますけれども、えー、これ、 えー、転職人に対してが誤りですね転借人にこのようなチャンスを与える必要はないというのが判例です、まあ、転職人確かに利害関係事実上の利害関係ありますので支払、えー、いの催告をむしろしてほしい、えー、だと思います。つまり 自分,もあの自分に催告があればすぐ払ったのにという答弁を、ねえー、出す可能性がありますので、えー、転職人としてはこの支払い催告をしてほしいという立場であるわけですがただ判例は、えー、転職人に対しては何らの契約関係もないわけだから支払い催告義務はないとしているわけですね、えー、賃貸人と転職人の間には何ら契約関係ありませんので催告、えー、をすべき義務もないと。 いしたがって、い、e、は妥当でないと、そうすると、これ、消去法で、2番が正解と、まあとをの知識があれば、もちろんそれに越したことはないわけですけれども、仮に、あとをの判例を知らなくても選べると、正解を選べるということになるわけです。 はい、このようにしてあの的確に、ですね、あの適切にその消去法を使って確実にこれは正,正解してほしいと、これ、正答率44%で、ちょっと低いなと。 やはり、これは、あの、例えば、この問題、私があの、最初に見た瞬間には、そこまで難しく、ちょっと難しいから、かもしれないけれども、まあ、正答率六割ぐらいはいくだろうと。いうふうに、あの、予想していたわけですけれども、え、いが、いに反してですね、あの、その予想に反して、逆だったわけですね。まあ50、五十パーセント以上の方は間違えていたということになります。そうすると、やはり、え、賃貸借の判例知識はですね、正確に抑えていただきたいということになる。ただし、これは、あの、今回の改正点。 改正民法です、ねえー、との関係で、えーえー、問題になってくるわけですけれどもじゃあ,あの今賃貸借の判例が重要だという話をしましたただ、えー、賃貸借に関する判例の、まあ、多くの部分が条文に載ってるわけですね条文の中にも実は載っかってるものが多いと例えば「敷金返還請求権の発生時期はいつか明け渡し時節」という判例の見解があったわけですがこれももう条文の中に入ってます。 資金の条文がまず一つ丸ごとできたわけですねで、その資金の条文の中でいわゆる明け渡しの見解がそっくり条文に採用されていますですからこのように判例は確かに大切なんですけれども今まで判例として学習していたものを新たに条文の知識として抑え直すということが今年の学習に関してはですね、特に重要になります はい、じゃあ21ページですね、問題33番、これ、あの正答率32%っていうのは、私、本当にこれ、目を疑ったんですけれども、そんなに間違えるのかなと、これ、何度も出てるんですよ、これ、あのこの問題、でちょっとあの説問文読んでいきますね。 えー、公建物以下公というとを所有する A が不在の間に台風が襲来し公の窓ガラスが破損したため隣に住む B がこれを取り替えた場合に関する次の記述のうち民法の規定及び判例に対しては問題なうものはどれかという問題ですねでこのまずあの設定を見た時点であこれ事務管理だなとまずピンとくるわけですねでところがあの1から5をよく読んでいくとあの B が A から公の管理を頼まれていた場合 と、そして2番の選択肢は B が A から公の管理を頼まれていなかった場合とあるわけですねつまり事務管理と委任の比較問題で実はです、ね、この問題を見てそこに気づかないという方は過去問をやっていないんです過去問でしつこく問われている事務管理と委任の比較。 もちろん、もっと端的に聞かれています、事務管理と委任に関する次の基準そのうちというふうにもっと分かりやすく聞かれていますが、しかし、あの注意深くです、ね、過去問を検討して分析していれば、これ、分かるはずなんですね、そこは。これ、事務管理と委任に関するって書いてないから分かりませんでしたっていうのだと、これ結局、過去問を検討したことになってないんです。過過去去問問やるるっってていいいううううののはは、そういう意味なんです。す検討するっていうのは あの要は過去に何度も同じ論点問われている事務管理と委任の比較しつこく聞かれてますよねでしかし、それあの過去問を解いていく中で、えー、分かっているはずなのにこの問題を見るとそれはあの頭から吹き飛んでしまうそうおかしいんですねそれは過去問をやったうちに入りませんもう一回やってくださいで1番から見ていきましょう B が A から公の管理を頼まれていた場合これは委任です。で、えー、あっても AB 間において特約がない限り B は A に対して報酬請求することはできない。これはその通りですね。委任というのは無償委任が原則ですから特約がないと報酬請求はできません。で、2番。<coughs> B が A から項の管理を頼まれていなかった場合であっても、これ事務管理です。で、B は A に対して窓ガラスを取り替えるために支出した費用を請求することはできる。窓ガラスを取り替えるために支出した費用。これは有益な費用。だから有益費用の償還請求ができる。丸ということになりますね。 で3番、B が A から項の管理を頼まれていなかった場合であっても B が事故の名において窓ガラスの取り替えを業者 C に発注したときは B は A に対して事故に代わって代金を C に支払うことを請求することはできる。 で、これはですね、ちょっとあの、まあ、今回はあのちょっと6法は引きませんがあの必ず皆さんあのご自宅に帰ってから6法で確認していただきたいんですけども、これ722項が委任の規定の650条を順用して大弁済請求についてはこれは認めている、事務管理でも認めているという規定があるわけです、ね、したが従ってこれもその条文知識が頭に入っていれば3番はこれは妥当という,ふうに選べるわけです。で、4番。 B が A から公の管理を頼まれていなかった事務管理ですね場合においては B が A の名において窓ガラスの取り替えを業者 D に発注したとしても、まあ、A の追認がない限り D は A に対してその請負い契約に基づいて代金支払いを請求することはできないこれもその通りですね。 事務管理においてその本人名義で行った行為についてはこれは無権代理と見なすというのが判例です。ですから無権代理だから A の追認がない限りは代金のしかない請求は不可能ということになるわけですね。で5番目が正しいあの、妥当でなくて正解しということになりますが5番目 B が A から項の管理を頼まれていた場合であっても えー、AB 間において特約がなければ窓ガラスを取り替えるにあたって BYA <ー>に対して事前にその費用の支払いを請求することはできないとありますがこれは注意してくださいね。えー、公の管理を頼まれていた場合だから委任ですだからここはのやはり注意深く読まないといけないあのついうっかりですねあこれもいなかったあ頼まれていなかった場合かなっていうふうにあの、えーまあ、勝手に思い込んで。 ああの事前給与、あのその費用の前払い請求です、ね、というのはできなかったなというふうにあの勘違いをするという方もいらっしゃるかもしれません、ただ、5番目はこれ委任だから、委任にかかる,かかるあの事務処理にかかる費用の前払い請求、これ、できるわけですね、費用の前払い請求というのは認められていますので、5番は妥当ではないということになりますすよろししいいででかね問問題題番はあ,のある意味非常に優しい問題です。 でにもかかわらず、政党率32%というのは、やはり皆さん、過去問をやってなかったんだなというあの結論に達してざるをえないわけですね、過去問をあのやったつもりになっていると、それ、気をつけてくださいあの、過去問をやったつもりでえ終わらない、ちゃんとやると、えこれが必要になります、はい。問題34番、これはちょっと落としてもしょうがないかなというレベルの,あの、やや細かい判例、まあ、細かいというかですね。 えー、ちょっと、えーまあ、なかなか学習が、えー、及びにくいような判例知識が含まれていますがただ、まあ、そうは言ってもですね、えー、例えばあの選択肢の1番の判例だとか、えー、あと5番の判例もそうですね、えー、選択肢の1と5の判例に関してはこれはもうぜひ覚えてほしいというものですねあの。連続で出る可能性もありますあのこの問題は あのこれだけ正答率低いと、えー、連続で出しても多分引っかかるだろうとそういう推定が働くんですねですから、えー、あの正答率が非常に低い問題に関してはむしろ逆に連続で出される可能性がありますですから、えー、例えば1番と5番の選択肢はこれ非常に有名なになった判例ですから、えー、覚えておいていただきたいあの1番ちょっと見ておきましょうか、えー、精神障害者と同居する配偶者は法廷の監督義務者に該当しないがそうなんですね実は。 あの、判例の認定によると。で、責任無能力者との身分関係や、日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の抑止、防止に向けて、その者のが当該責任無能力者の監督を現に行い、その対応が単なる事実上の監督を超えているなど、その監督義務を引き受けたと見るべき特段の事情が認められる場合には、当該配偶者は法廷の監督義務者に準ずべきものですね。だから、あの、準じてと扱うというものですね。責任無能力者の監督者、 責任を追うとただ、この判例の結論においてはこれはあの有名な判例であのご存じの方も多いと思いますが JR の,、まあのですね、とある踏切のところに、えー、認知症の,まああのご高齢の方がふらふらと歩いていって跳、ね、あの電車にはねられて、えー、亡くなったとそういうケースなんですけれども、えー、その亡くなった方の,その遺族に対して、えー、その鉄道事業会社が損害賠償請求をした。 つまりその,あの認知症の患者をですねあの認知症の方をこう目を離したがために鉄道運行がですね相当あの大幅に遅延したり遅れあの狂ってしまったということで甚大な損害が発生しましたということで損害賠償請求をしたとそういうケースなんですけれどもでそこであの争点になったのが果たして奥さんというだけで当然に法廷の監督義務者に当たるのかあの民法714条ですねの適用上 え当然に法廷の監督義務者に当たるかが争点となったわけですがこのような特段の事情がある場合に限って、えー、その法廷の監督義務者に準じて扱うというのが判例法理ということになるわけですだから認知症の方の奥さんというだけでは当然には監督義務は負わされないわけですねやっぱり非常に過大な責任を負わせるということになるわけですからそこを当然に認めるということにはならないんだとそこをぜひ覚えてください はい、じゃあ問題37ですね、えー、以下があの会社法え25ページですが。<coughs> はい、えー、これ、えー、問題37設立ですね。あの会社設立というのは、行政書士の業務の業務との関係でも非常に重要な分野です。だから、あの会社法が苦手の苦手意識がある方でも。 でえー、ただ、設立って割と前の方にありまあに置かれている項目ですから、設立はもうとにかく勉強してください、あのこれはもう実務にも役に立つわけですから、あのもう問答無用でですね、あの会社法はあの捨てると決めている方でも、設立は絶対やってください、これはあのやって損しませんあの、ですから、設立における出資の履行等に関する問題というも、えー、問題が出ていますけれども、これも実はあのもういちいち挙げませんが、過去問で同じようなあの選択肢が出ていたりします。 ですからあの、それを過去もきちんと検討していればあのそんなに大きく間違える問題では実はないんですね。正答率35%はやはり低すぎるなというのが率直な印象ということになります。例えば、あの,絵の足見てください。 えー、設立時、募集株式の引き受け人のうち出資の履行していないものがある場合には発起人は出資の履行していない引き受け人に対して期日を定め、えー、その期日までに当該出資の履行しなければならない旨を通知しなければならないつまり、まず催告せよという内容になっているわけですがこれ、えー、募集設立における引き受け人つまり、あのー、発起人以外の人です、ね、に関してはこれは催告なくして当然に執権するこれ基礎知識なんですね。 あのですから、こういった基礎知識をおろそかにせずにあのきちんと身につけるというのが重要です。<laughs> はい、じゃあ、最後の問題ですが、問題39番ですね、えー、見ていただいて、まあ、もうこれもちょっと解説、いちいちする余裕もないんですけれども、正答率30%と、非常に低いものになっていますがあの、一つ一つの選択肢を見て、そんなに難しいのかなというのが、あの率直なあの印象ですね。 例えばあの、あの選択肢で取締役会代表取締役はこれを招集しなければならないとはあの会社法にはどこにも書いていません、各取締役が招集すると書いてあるんです、よろしいですかね。あの代表取締役が招集しなければならない、一般的な会社で代表取締役が招集することは多いというのは事実ですけれども、あの会社法にこのような規制が存在するわけではないので、あのこれはしっかりです、ねえー、そこはあの覚えておく必要があります。 でまあ、この「あ」の足でもあの引っかかったとあのこれ正しいのかなというふうに引っかかった方いらっしゃるかもしれませんがあのこのあたりはやはり会社法の基礎知識を身につけていれば簡単にこれ判断できる問題ですからあのそこはぜひです、ね、過去問学習あのくどいようですが会社法と地方自治法と一般知識は過去問を繰り返すこれぜひ徹底してください。 で過去問を繰り返すことは大切なんですが先ほど民法でもちょっとあの少しですね辛辣な言い方しましたけれどもあの過去問、ただ漫然と見るだけじゃだめですあの、最初は見てくださいというふうにあの、まあ、指導を受けている方も多いと思いますけれども、まあ、それで構わないんですが漫然と見るだけじゃだめですあの、ちゃんと検討してください分析検討ですね、これは必須ということになりますはい、えー、とじゃあ、ちょっと私の持ち時間はこれぐらいですかね。 はい、それでは以上で、令和元年試験で合否を分けた問題徹底解説の講義を終了させていただきます。どうもお疲れ様でした